うっす。なんとデータが消滅してしまった。またやり直したよ。そしてこの石の塔で出てくるね、なんかスフィンクスみたいな、わら人形みたいなやつ、あいつに2回ぐらいやられた。前やった時やられなかったのに、なんかドーンって地震でやって、それで一発で死ぬっていうのをね、2回も繰り返して。俺は死んだ、その時も。もう俺の心はもうその時に壊れている。今はもう俺がその時に作り出したもう一つの人格が喋っているんですよ。はい、オクロックの羽、経験値36回。魔法時代からほとんど何も変わってないじゃないか。ってこれ何回まである。じゃあそあれか、魔法で稼ぎまくればもう今、ちなみに経験値がおかげでレベル42の境地に達した。まだ半分しかクリアしてないんだぞ。半分しかクリアしてないんだぞ、まだ。もう体力も2400。ベヒーモスと渡りあるよ、なんなら。いや、でもベヒーモスはちょっと苦戦するか。ベヒーモスにちょっと苦戦するかなぐらいだよ。そのぐらいのものになっちまってる。もう強くなりすぎたんだ。はひひ。はひひが。使うか。そう、剣を使ってる。ようやく勇者らしくなってきたよ。俺この前ようやくぐるぐるのアニメを見たんだけど、まあ分かってたことだし別に期待もしなかったけど、やっぱりバトルボールも出てこなければ、鼻でかコウモリも出てこなかった。分かってたことだけど、でもやっぱり寂しいんだよ、分かっていたこと。求めてはいけないことだって知ってるけど、ニケはやっぱり剣で戦ってて、ハンマーで戦っていなかったよ。知ってた。じゃあこのゲームなんだ一体。ぐるぐるもこの辺、ニケとくくりをさ、ニケとくくりをジョンとエミリーとかにしたらもうそのまま海外で売れそうだよね。別なマジックファイターみたいな名前ですね。魔法人グルメじゃなくて。マジックファイターって名前を変えて、主人公ニケとククリのイラストを変えて、外人に変えて、名前をジョンとエミリーに変えれば、そのまま別のゲームになっちゃうじゃない。魔法人グルグルじゃないよ。鼻でかコウモリは鼻でかコウモリのままでいいよ。どうせ本家には出てこないんだから。はひひ。はひひってなんだよ。はひひ。けどね、本家ぐるぐるアニメ見たけど、まあ確かにこんな感じの敵だったわ。稼ぎとかいうの出てきた。人獣稼ぎ。なんか可愛くもなく、特に親しみやすくもない敵だったよ。けどキモいっていう。結構こんな感じだったわ。だから、割と忠実にデザインされてるよ。これはこれで。はひひ。おい、シュビッチ。こんな感じだよ。おぉ。ドゥ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 ン。雲のままで、今日雲のまま結構使わない。窓を見てくれ。不思議なタレと不思議な飲み物はカンストしてる。もう使い放題やぞ。そしてシュビッチが勇者ランチを3つ。どんどん増えていく資産が。資産が増えまくっていく。おーい、はひひ。はひひってなんだよ。はひひ。今風の逆にハヤブサの爪使ってみたらどうだろう。どうなるだろう。空気を読めお前は。ハヤブサの爪だ。ハヤブサの爪。おお、まあまあ強い。っていうか、ああ、じゃあもう全体魔法がもう結構幅を利かすようになってるのかもしれんな。あんまり使おうと思わなかったけど。3台ぐらい出てくればね、全体魔法を普通に使うんだけどさ。2台じゃちょっとな。シュビッチとハヒヒが。お、いける。やん。いけそうでいけない。いけそうでいけねえな、これ。いけそうでいけなさすぎるだろ。
光全体基本とかやってみるか。これ使うかな。ドゥル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 、白い牙、白い牙だってよ。これ逃げも下るやつじゃない。わあ、消滅した。シュビッチが、シュビッチはどこに行ったんだ。あれは消えてしまったぞ。転送されたな、シュビッチが。転送していこう。おい、いけそうでいけねえな。いけそうでまるでいけない。ハヒヒ何がハヒヒだ。殺せ。どういう生物なんだよこれは。やっぱ剣いいな。やっぱ剣いいわ。逃げ感あるよ。もうハンマーを振る手だこの逃げは。逃げじゃねえよこれは。もうはや自分のことを逃げだと思っている精神上昇で。くくりもそうだ。あれは逃げではなかった。今思うと逃げじゃなかったかもしれん。実際さあボスだ。え何回までだよこれ。あ、6回までか、5回までかと思った。なんで 100R だけなんだよ、おかしいだろ。じゃあ4つ目の扉の塔が一番儲かるじゃねえかよ。一番稼げるじゃねえかよ。一番人獣稼ぎじゃねえかよ。一番稼ぎだった4番全体基本。白いけばいけ、消滅しろ。ハヒヒュハヒヒ、歯がなくても言えるの。ハヒヒは、俺が歯がなくなったとしてもシュビッチは言えなくなるけど、ハヒヒはいつまでも発音できる。いつまでも発音できます。ハヒヒ、歯を要しない。発音に歯はいらない。キャッチコピー、もう歯はいらない。歯がなくても発音できます。そんな優しさが、発音バリアフリー。終わった。なんでこんの壁を壊すぐるぐるを早く習得してくれ。それがもう第一歩だ。これ敵がそんなに、敵が勝手に動くおかげで、逆に敵が余計な方ところに動くおかげで俺の方には近づいてこねえ、俺の方には近づいてこねえ説。さあなんだ、基本的に散らかってんだこいつの生活態度、習慣が悪い。すごくカビ臭い、鼻が曲がっちゃうよ。誰だブバボ、ゲホンゲホンゲホン。この部屋には俺様が集めた大事な宝物が隠してあるんだか。そうなの、倒せばなんかもらえるやつか。さあ死なないようにしろよ。これでボス下手すとワンパンされるからな。よし、これで OK。 さすが調べてみようか、大丈夫か。次の瞬間に両方とも死んでるかもしれない。ん、なんだ、何も起きなかった。すげえ、勇気の印、ほんと勇気の印。回復する、回復しねえじゃん。光全体基本、これやべえな。卵まんじゅうだ、もう卵まんじゅうでもこれだけしか よくある。魔法陣ぐるぐる、これよくあるから。ほんと絶対に許さん。さあ行くぞ。そして悲劇が起きた。さらにレベルが上がってしまうという。ニケレベル50、体力3100、ヤクリレベル53、逆転した。体力3000、レッドドラゴンも倒せちまうぞ。これだけ強かったレッドドラゴン3体も倒せる、重なってるやつ。でもこいつは倒せない。じゃあ何か、ブバボーはレッドドラゴンより強いってか。レッドドラゴンの3体重なってるやつより強いってか。行くぞ光、もういいもん、余計なことはしないもん。もう殺すわこいつ。炎全体力、これだ。あぶねえ、偽は持っていかれたぞ。レッドドラゴンより強いこいつだ。てかもう死ぬだろお前、もう死ぬだろお前。
かね、このくらい。何なんだよ、本当に。本当に何なんだよ。宝物。自業自得よ。ここには召喚のシンボル覚えてる。召喚だと。物々しいな。それで何を？え？宝は何なんだよ。宝は何だ？もう行くぞ。巻いていくわ。買い物どうせ金ねえ。100しか、だって100しか落ちなかったんだもん。ほんと？てか何の塔こう。妖精の塔。とすると妖精が。とすると彼らは妖精。魔王陣。召喚とやら。あ、もう全部あるじゃん、もう。ん？え？なんだよ。基本気まぐれ力。え？ 1 個しか、なんで1種しかないの？長い声の猫しかないんだけど。そういうもんなの、召喚は。特別カテゴリー。1個しかない。ザザ。ザザ？ザザって人じゃないの？ザザは。人でしょ？グリエル。誰だよ。知ってるやつと知らないやつがいる。ガチガチそう。なに？使いてぇ。気になるぞ、召喚。ん？明日にしか進めないってこと？何何何何、召喚気になるんだけど。でもなんかあれ、敵いない。全然、なんで敵全然いないんだけど。チェロキ人じゃん、もう。じゃあ召喚使おう。頑張って召喚。おい、鉛筆足りない。いや死にかけてるっぽい。ウサランチ、おお全開した。さあ、てかベームベームじゃんこれ。長い子の猫。あ、長い子の猫か。そっか、ベームベームじゃねえ。なんだなんで。じゃあ炎召喚。くくりは気が抜けている。あ、くくりが動かせなくなるの、長い子の猫で。なんだそれ。これね、今日マイナス効果が多いんだよ。普通に殴りで攻撃してる。こいついいパンチ持ってんな。躍動感すげえな、こいつ。おい、何やってんだか。なんで味方をこう、ほぼ味方攻撃するかな、これ。ほぼ。ほんとに。誇張抜きで。誇張抜きで、ほぼぐるぐる使うと 2K がダメージくらい。なんなんだよ、一体。誇張抜きだ。ん？まあ、いっか。え、え、何これ。チェロッキー。さあ使うぞ。ガチガチそう。これは、あ、攻撃？何ガチガチそうは。あ、なんか敵動かなくなってる。そういうやつ。敵のモーションを少なくする。じゃあこれ強いんじゃないとして、ガチガチそうって。これボスに効きは強いよな。多分ね、おそらく敵の攻撃を頻度を弱める、ガチガチそうは。そしてもうレベルが54あります。本当にドラクエベースのゲームなんでしょう、これは。 おかしいだろこれ。絶対一生進めねえじゃんこれ。一生先に進めねえ。え、どうやってんのこれ。こっちから行ける。え、おかしい、おかしいよこれ。え、これ右に行かないといけないんだよ。おかしくねこれ。何これ。だってもう完全に封印されてるじゃん、俺の行く道が。行くことでき、もうないぞ、行けないぞ、これ。え、どういうこと？どういうことだ、妖精の塔。立ちはだかってる妖精の塔が俺に。これ同じ妖精の塔。同じよ。ん？同じ？これ。同じだよね。立ちはだかってる。なんなんこれ。これ吹き飛ばせってこと？罠、基本。はい。多分ね、おそらくぐるぐるで進むんだ。風の罠でそんなのがあったような気がする。風の罠基本で、これで乗ると、ん？罠、力。お前がかかるな。
ほら、吹っ飛ぶ。おそらくこれを使うんだ。これに俺らが乗るんだよ。気まぐれかな、多分。ほい。お、来た。罠。で、力か、おそらく。クリア778のダメージを受けた。安心してください、生きてますよ。体力3000あるんで。もうまんじゅうじゃもう追いつかねえよ、まんじゅうじゃ。え、じゃあどうすんだこれ。え、どうすんのこれ。マジでどうすんのこれ。あ、風の鎧か。なんでだよなんで風の鎧だと思ったんだ俺は。今発想わからない、発想の元が。本当移動すんのこれ。おいおい、どうするんだよあれ。本当に意味がわからないぞあれ。マジで意味がわからん。何も教えてくれない。あ、そうだ、この洗濯物、染めやいるかもしれん。 いた。おい、誰だ。ジャブジャブ洗ってる。アンダルス初めて見る顔だね。聞いてくれよ、俺はすごいこと発見したんだよ。こいつなんだっけ。塔にいるモンスターの中にある種類の魔法に弱いやつがいるのは知ってるだろ。知らん、適当に使ってるわ。でも魔法が使えないとそんなことは関係ない。そこで俺が塔の中で集めたこの魔法石を武器や防具にはめるんだ。それとその武器は魔力を帯びてモンスターに大きなダメージを与えることができるんだ。もちろん防具はモンスターの攻撃を防ぐことができる。魔法石には火、火水、光、闇の4つの属性がある。モンスターの持っている武器と同じ属性の武器を持っているとダメージが少なくなる。はめる価値あるんかそれ。あ、そういうことか、これ。あ、こういう、そういうことね。いや、別に。いや。でもね、いずれ使うと思う。だって闇の塔道だったじゃん。そこに行くときに、どうしても行けねえってときは、闇を属性を付与するのよ。向こうの家のおじさん。向こうの家のおじさんにお世話になることはねえ。今はまだ。これどうすんのあれ、マジで。戦いの時以外にも魔法陣使ったけどさ、皆目見当もつかないんだよな。皆目見当がつきません。妖精の塔に変なバネがたくさんある。その上にあると勝手な方向に歩いちゃうんだ。しかも歩く方がモンスターと戦うことに変わるんだ。どうしたらいいんだ。え、マジ、え、マジ、戦うことに変わる、戦うことに変わる。いや、勝ってなかった。不思議なパネルが埋め込まれてる。その上にあると勝手な方向に動いちゃう。戦うと変わるって変わってねえよ。何回戦っても一緒だったのあれ。吹かすんじゃねえ。聖なるものは闇によく、悪しき者たちは光に弱い。これは自然の摂理じゃん。働け。そこに突っ立ってるだけじゃないか。随分たくさんの塔を攻略してよな。おい、マジでどうすんだよ。本当か、本当に戦うために変わるんかあれ。吹かすんじゃねえぞ。吹かすんじゃねえぞ。待って、おい、ずっと下じゃねえか。戦えば変わるっつったよね。飲み物が。じゃあザザを召喚してやるよ。あ、グリエルだった。グリエル、何をするんだよグリエル。おお、そんなあられもない姿を。
その次の瞬間に拍手していた。やったね。あられもなさすぎだ。骨盤が見えてたぞ。なんだこれ、モンスターのトラコタミに変わるって言ったら変わんねえじゃねえかよ。ん、あれあれ、いけた。え、なんで、え、あ、これ下って書いてあるけど別に上にもいけるぞ。なんでか知らんけど見た目は変わってないけどいけるんだ。頑張って。じゃあ光召喚ザザ、いや、ザザザザ人だろこれ。やっぱこいつだろ。ザザザムディン。ぐるぐるとは一体。結局殴り倒すしかない。よし。バイオリンか。だけど全然バイオリン弾きそうな感じじゃない。ブラシ。怪獣がなってる。すごいダミ声ね。あ、そういうことか。見た目こんなんだけど歌の練習してますみたいな。殺してやる。死んでくれも。何ですか。もうとにかく攻撃しとる。あ、そうだ。光全体力、これが使える唯一使える。 MP が足りない。いやもう死にそうだこいつ。やめろ、何かをしてる。これで死ぬかもしれんからな俺。衣装変えとくわ。危ねえ。ああ、悪魔の怒りなるもの。危ねえ。いや逃げ、くくり全然食らんかったな。死んでくれもん、さっさと。もう歌うことはできない。喉が焼けてもう声を出すことはできない。野蛮人は嫌い。土手、もう土手する体ねえだろお前。もう消えてんじゃねえか。服で妖精のシンボルを覚えた。妖精ってなんだ。あ、召喚の幅が広がるのか。それは別のカテゴリーなのね。そしてもう1ブレで魔力は16とか上がってる。とんでもないことになるぞこれは。次どこだ。野生の塔。あ、そういうことか。確かにちょっと多いなと思ってたんだよ、なんか。これが。多いなと思ってた。そういうことか。ちょっと召喚の種類が、あ、え、ちょっと妖精は何、あ、そういうことか。召喚、長い声の猫、A。妖精、流行ってこうぞ。増えたな。ザーザー。さっぱり妖精。ちょっと気になるな。グリエル、クマのマーク、どうせ使えねえだろ。ガチガチそう。妖精、ギップル、おお、ギップルちょっと見てみよう。じゃあギップルを見てみます。ギップルだけ見ます。ギップルだけ見て、その後は死ぬ。止めないでくれ。物々しいな。どれどうもよ、じゃじゃ。あー、ギップル使うぞ。召喚、妖精。ものだ。ギップル。ギップルや。何かを吸い取った。じゃあ、また。